退院後、我が家に向かうと、そこには見たこともない家が建っていた。固まる私に、義母はさらりと言ってのける。これから一緒に住むんだもの。住みやすいように、二世帯住宅にリフォームしただけよ。確かこの家の名義って、みゆきさんよね。申し訳ないんだけど、リフォーム代の800万円、支払いよろしくね。勝ち誇ったように笑う義母と夫。その姿を見て、ある決意を固めた私は、夫も知らない真実を証拠とともに突きつける。私は北村みゆき、26歳。都心から少し外れたところにある自然豊かな場所で、普段は事務の仕事をしながら趣味でイラストを描いている。最近は描いたイラストを SNS にアップしては、それに対するコメントを見るのが毎日の日課だ。そんな私には3歳年上の夫がおり、結婚直後に買い取ったお気に入りの古民家で夫婦2人の結婚生活を満喫中。なのだが、月に一度のペースでこの家にやってくる訪問者に結婚当初から頭を悩ませていた。みゆきさん、みゆきさん、来たわよ。早く開けてちょうだい。玄関の引き戸を容赦なくバンバン叩く音が聞こえ、慌てて玄関に向かう。あ、お母さん、今開けますね。古民家だけど、ドアの横にはきちんとインターホンがついているんだけどな。と思いながらも、笑顔を作り、引き戸をガラッと開ける。ほんとこの辺は虫が多くて嫌ね。俊介はまだ仕事？土曜なのに大変ね。あ、そうだ。あの子が好きな料理を作ってきたの。ドアを開けた先にいたのは、待ちくたびれたような顔で大きな荷物を抱える一人の女性。相変わらずのマシンガントークを受け流しながら、はははっと張り付けたような愛想笑いを顔に浮かべる。月に一度の訪問者は、夫の母親、つまり私の義母だ。夫が一人っ子ということもあってか、結婚してもなお当然のように夫の世話を焼きたがり、非常にありがたいことに、嫁である私には家事の指導までしてくださる。前回家に来た時には、冷蔵庫に入っている食材の位置をすべて変えられて、翌日の朝ごはんの支度が食材探しから始まった。結婚する際夫に、もし親の介護が必要になったら同居する、そこは納得してほしい、と再三にわたり言われたことを思い出す。そうなったら、この古き良き我が家を手放すことになるのか、と残念に思うが、そこは仕方がないと諦めがついている。それよりも、この義母と四六時中一緒にいる生活を今から想像し、夫には悪いが、少しだけ憂鬱な気持ちになるのだった。そんな古民家での結婚生活から2年ほど経った頃、義父が家の階段を踏み外し、足の骨を折ってしまったという知らせを夫伝いに聞いた。今後の生活では僕たちの助けが必要になる。結婚前に話していた通り、同居しよう。そうだね。私も心配だから、それがいいと思う。ところで、趣味で続けている絵は描いててもいいよね。義父の体のことは純粋に心配だったので、今回の同居に関しては2つ返事で了承。ただ、同居となると、家事や義両親の世話に追われ、趣味のイラストを描けなくなるのではないか、という不安があった。そんな私の不安を知ってか知らずか、夫は、とにかく家のことを優先してほしい、とだけ言い残し、仕事があるからと部屋を出て行ってしまう。一人部屋に取り残された私は、自分本位な夫の考えに半ば諦めたような気持ちになり、今まで描き溜めていたイラストを一つ一つ見返しながら気持ちの整理をつけていった。こうして同居する決心を固めた矢先、思いもよらない事態が起こる。いつも通り職場で仕事に励んでいた私は、
突然手足のしびれを感じ、そのまま激しいめまいに襲われて倒れてしまったのだ。一緒に働いていた社員がすぐに救急車を呼んでくれたため、幸い命に別状はなかったが、検査の結果、若年性脳梗塞だと判明。これまで健康診断などで高血圧を指摘されたことはあったものの、特に病院に行くこともなく放置してしまっていたことを今更ながら悔やむ。入院期間は精密検査や手術、リハビリなども含めて2ヶ月ほどかかることになった。病気判明から入院までトントン拍子に進み、ふっと気づいた頃に夫からの心配がほとんどなかったことに気がつく。若年性脳梗塞と診断された後、震える手でスマホを取り出し、すぐに夫に電話をかけた。電話口からは、そっか、じゃあ同居も少し先になるね、と残念そうな声が聞こえただけ。こんな時にも私の体ではなく今後の義実家での生活について心配されるとは思わず、何も言葉を返すことができなかった。義父は骨折してまだ入院中のため、介護について心配することもなく、ゆっくりと治療に専念できることは不幸中の幸いと言えた。また私たち夫婦には子供もいないため、その点も気にする必要はない。ふと顔を合わせるたび、早く孫の顔が見たいと言ってくる義母の顔が浮かび、それを振り払うようにそばにあったスケッチブックを手に取る。最近は義両親との同居の準備や倒れてからも検査などに追われ、大好きなイラストに割く時間がなかった。義両親との同居生活が始まれば、さらに絵を描く時間がなくなってしまうだろう。この入院期間は神様が自分に与えてくれた最後の自由な時間だと思い、趣味を思う存分満喫することに決めた。この期間が終われば、夫と義両親のために家事でも何でも精一杯やろうと心に決めて。2ヶ月ほどの入院生活はあっという間に終わり、ついに退院の日。一応聞いた方がいいかという感じで夫から、迎えに行こうかと連絡が来たが、家に帰るまでは一人の時間を過ごしたいと思い、申し訳ないが断った。バスに揺られながら、窓の外に広がる見慣れた風景を目にし、もう家の近くまで来ていたことに気がつく。美しい緑の葉に太陽の光が当たり、眩しくきらめく様子に、この自然豊かな場所ともお別れか、と何とも言えない気持ちになった。義両親の家は比較的都心に近い場所にあるため、これまでとはガラッと変わった生活になるだろう。少し寂しい気持ちになりながら、見慣れたバス停でゆっくりと下車する。もうじきお別れする我が家を目指し歩みを進めていた私は、見えてきた光景に思わず足を止めた。ここには私のお気に入りの古民家があったはずだ。しかし目の前には見たことのない家が建っている。2ヶ月ほど病院にいたから、うっかり場所を間違えてしまったのだろうかと周りの建物の位置や来た道を確認するが、やっぱり間違いではない。うろうろしていても仕方がないので、恐る恐るその家のインターホンを押す。すると、はいと聞き慣れた声が返ってきた。紛れもなく私の夫の声だ。未だ現実感のない気持ちで、みゆきですと小さく返すと、目の前の玄関扉がガチャリと開き、部屋着姿の夫が顔をひょこりと覗かせる。あ、おかえり。思ったより早かったね。今日休みだったから迎えに行けたのに。ねえ、私たちの家どうしちゃったの？なんでこんなに変わってるの？今まで寝ていたのか、寝癖のついた頭をかきながらのほほんと会話を続けようとする夫を遮り、信じられない気持ちで尋ねる。しかし私の焦りをよそに、夫は、え？どうしたの？何が？と寝ぼけ眼で曖昧な返事をするだけで、質問に答えようとはしない。
するとその時、家の中から、あははは、という笑い声が聞こえてきた。まさかと思い、返事を濁す夫をしのけて、リビングへと歩みを進める。リビングに続く見覚えのない扉を開けると、そこには、ソファーに寝転びながらテレビを見ている義母の姿があった。何がそんなに面白いのか、テレビ画面を見ながらお腹を抱えて笑っている。どうしてお母さんがこの家にいるんですか？あら、みゆきさん、お帰りなさい。入院生活長かったでしょ？でも心配しないで。その間に家のことは私がやっといたから。この義母の言う家のこととは家事のことだろうか。それとも、ものすごく嫌な予感がしながら、元の古民家がなぜこんなにも変わっているのかと義母に詰め寄る。すると、悪びれる様子もなく、義母はさらりと言ってのけた。いやね、これから一緒に住むんだもの。住みやすいように、二世帯住宅にリフォームしただけよ。二世帯住宅にリフォームしただけよ、という義母の言葉が、脳内で何度も再生される。義母は元から私たちの生活に口出ししてくるような性格ではあったが、我が家を勝手にリフォームするようなことまでは、全く予想ができていなかった。それに、当初の話では、都心近くにある義両親の家で同居生活をする、ということではなかったのか。義母はここにあった古民家に顔を出すたびに、虫が多いことや、駅から少し歩くことに文句を垂れていたはず。それなのに、どうして？いろいろと事情が変わったのよ。あ、それとここからが大事な話なんだけど。それまで見ていたテレビを消した義母は、にっこりと笑みを浮かべながら、私に囁いた。リフォーム代が少しかかったんだけど、確かこの家の名義ってみゆきさんよね。申し訳ないんだけど、支払いよろしくね。ふふふっと申し訳なさをみじんも感じさせず笑った義母は、あ、800万ね。と付け足して、さらに笑みを深めた。リフォーム代、この家の名義、800万。突然飛び出してきたワードに、頭をガツンと殴られたような衝撃を感じ、足元はぐらぐらと揺れているような感覚になる。返す言葉も見つからず、呆然と不敵に笑う義母を見つめていると、玄関にいた夫がリビングのドアを開け、のっそりと入ってきた。その姿を視界に捉えた瞬間、足が自然と夫の元に向かう。きっと私の味方をしてくれるはず、と淡い期待を胸に抱きながら。夫に義母に言われた言葉をそのまま伝え、すがるような気持ちで反応を待つ。しかし、夫から返ってきた言葉は、まあ、大体そういうこと。よろしくね。という残酷な一言だけだった。そうだ、この人はそういう人だった。私が脳梗塞で倒れた時にも、真っ先に同居生活についての心配をして、私の体を気遣うような素振りは一切感じられなかった。義母が、青は止まれと言えば止まるし、赤は進めと言えば進むような、いつだって母親が正しいというような男だ。今まで夫に感じていた違和感や不満は、一度表に出ると、一気に勢いを増して心に流れ込んでくる。もういいや、と心底思った。こんな家族、私の方から切り捨ててやる。よくわかりました。俊介、あなたとは離婚します。それとお母さん、いえ、知恵さん、リフォーム代のことはそちらでどうにかしてください。一息に言い切ると、二人に背を向け、早くこの場を去ろうと足を踏み出す。しかし、この二人はそれを許してくれないらしい。もともとお前には冷めてたし、別にいいよ。ただ、この家はみゆき名義だから、支払い義務がある。そうよ。出て行くのは勝手だけど、お金を支払ってからにしてちょうだい。平気で自分勝手な主張をする二人に心底呆れ、自然とため息がこぼれる。きっと振り返ると、勝ち誇ったように笑う二人の顔があるのだろう。私は振り返らず、その顔に背を向けたまま、
堂々と言ってのけた。この家の名義が私にあるってさっきから言ってるけど、俊介忘れたの？名義はあなたに変わってるの。真実を告げる。しかし二人は、金を払いたくないから嘘をついているだけだろ、とバカにしたように笑っているだけだ。そこで結婚するときに俊介が世間体を気にして、嫁名義は嫌だから名義を変えてほしいと頼んできたことを伝える。私自身名義にこだわりはなかったため、すぐに夫の名義に変更したことも。すると、それまで余裕そうに笑っていた二人の声がピタリとやみ、徐々に焦り始めた様子が背中越しに伝わってきた。そんなことを言った記憶はない。そもそも証拠がないだろう。そう来ると思っていた私は、くるりと二人に向き直ると、そのまま二人の真横を素通りして、前の家からあった棚の引き出しを開ける。この辺りに、あった。はい、これがその証拠ですけど。土地と家の名義が記載された書類を棚から取り出し、二人の顔の前に突きつける。丁寧に、ここと名義が夫の名前になっている部分を指さしてあげると、夫の顔がさっと青くなった。そんなの詐欺だろ。まさか本当に変えてるなんて思わなかったし、そもそも800万円なんて大金、払えるわけがない。自分に支払い義務があると分かった途端、大声で叫び出した夫にうんざりした。話し合いもまともにできそうにないので、今後は弁護士を通してやり取りしましょう。千恵さん、息子さん大変そうなので、今後もお世話よろしくお願いしますね。ギャーギャーわめく夫の隣で、呆然と突っ立っているお母さんに笑いかけ、今度こそ二人に背を向けて、この家を後にした。その後、夫から何度か電話がかかってきたこともあったが、徹底的にスルーし、正式に弁護士を通してやり取りすることに。もともと夫婦仲があまり良くなかったことや、嫁姑問題があったこともあり、夫との離婚は問題なく成立した。また、去り際に夫がしつこく叫んでいた、名義変更は詐欺だという件については、2年前の結婚時に変更されていたため、両者の合意があったという判断に。担当の弁護士さんに、これは詐欺でも何でもないですよ、と笑って言ってもらえたことで、私の中にあった不安要素は完全に払拭された。そして、あの家のリフォーム費用は、私が退院してすぐに一括払いで支払うことになっていたようだ。病気で入院し、手術やリハビリに耐えて、ようやく退院したところで、地獄に突き落とすという、よく考えられた嫌がらせに、今なら拍手を送りたい。結局、あの家が夫名義になっていたことで、一括払いは夫の役目になり、自分で自分の首を絞める結果になったのだが。さらに、無事成立した離婚の慰謝料も支払ってもらえることになった。合計で、とても払いきれない額の請求を受けた夫は、危ないところからお金を借りたとか、借りてないとか。夫と義母と揉めていた間、足を骨折して入院していた義父からは、後日、うちの女房と息子が申し訳ない、と謝罪の連絡を受けた。もちろん、今回の件に義父は関わっていなかったようだ。しかし、結婚後の2年間、好き勝手する義母と冷たい態度の夫を見て見ぬふりし続けていたことに変わりはない。そのため、義父からの連絡に一言返事をしてからは、完全にあの家との関わりを断ち、新しい人生を歩んでいくことに決めた。あれから体も徐々に回復していき、無事職場にも復帰。結婚していた時は、夫の目を気にしながら描いていたイラストも、今は好きな時に好きなだけ没頭できるようになった。もともとは趣味の範囲で描いていたが、イラストを発信していた SNS で、たまたま仕事の依頼が舞い込んできて、今は仕事として描くことの方が多いくらいだ。これから私は少し田舎の町にある古民家の見学に行く。夫から支払われた慰謝料と、これまでの貯金で古民家を買い取り、絵を描く教室を開くのが、
今の夢だ。そのための第一歩を今日踏み出そうとしている。バスに揺られながら外の風景に目をやり、ふとあの日を思い出していた。私の人生がガラリと変わったあの退院日。自然豊かな外の風景はあの時とそっくりだが、私の気持ちは晴れやかで、これから始まる新たな人生にワクワクと心を躍らせている。木々の葉っぱが太陽の光に照らされて、眩しいくらいに輝いて見えた。底辺職の子は学力も低いのね。ありえない、と思った。授業参観でこんな発言をする人が、娘たちの担任だなんて。この言葉を投げかけられた親子は、涙をこらえて震えている。私はその様子を見て怒りを抑えることができず、大きな声で言い返してしまった。反論されたのが気に食わなかったのだろう。他人の声掛けにより、娘はクラスで無視されるようになってしまい、私の怒りは募るばかりだ。そんな行動を取るくらいだから、微塵も反省していないのだろう。しかし、今更後悔したってもう遅い。他人よりも上の立場の人間を、こちらは味方につけているのだから。私の名前は富田智子。一人娘のユナを育てているシングルマザーの看護師だ。仲良しのママ友が立花奈美子。奈美子もシングルマザーで介護の仕事をしながら一人娘の小春ちゃんを育てている。境遇が似ている私と奈美子は娘たちが保育園時代からの友達だ。同じ保育園で仲良く話すことができるママ友の存在はとても大きかった。あ、おはよう、とも子。朝、ユナを保育園へ連れて行き、バイバイした後、振り返ると、ナミコと小春ちゃんが手をつないで歩いてくるところだった。ナミコ、小春ちゃん、おはよう。小春ちゃんは恥ずかしがり屋さんなので、いつもナミコの後ろに隠れてしまう。ナミコに、ほら小春、挨拶しなさい。と、優しく促されて、小春ちゃんも小さな声で、おはよう。と、私に挨拶をしてくれた。ユナと小春ちゃんは保育園のクラスこそ違うが、私たちの休日が合う日にはたまに一緒に公園で遊んだりしている。娘二人は砂遊びが好きで、お山やトンネルを作っては小さなバケツに汲んできた水をそこに流して喜んでいた。私たちは娘と一緒に遊ぶこともあれば、近くのベンチに座って見守ることもある。ベンチに座っている時間は娘についてだけではなく、最近の仕事の調子だったり、家事のことやおすすめのレシピの話なので盛り上がるのだ。今日の午前中も公園で遊んでいたのだが、お昼ご飯の時間が近づいてきたので、そろそろ帰ろうかと娘たちに声をかけた。今の季節は夏なので、外で遊ぶには午前中じゃないと、あまりの暑さで娘たちも疲れてしまう。私たちから声をかけられた後も、娘二人は名残惜しそうに砂で作ったお山を見つめている。これはいつものことだ。しかし、ユナも小春ちゃんもまだ遊びたい気持ちをぐっとこらえて、お片付けを始めた。娘たちは、また遊ぼうね、と指切り幻魔をして、それぞれ家路に着く。ユナ、今日も楽しかった？うん、テレビのお話もした。きっと最近お気に入りのあのアニメのことだろう。近頃ユナは家でもそのアニメのヒロインの真似をして遊んでいる。ねえ、ママ見て。と言って、よく見せてくれるのが可愛らしい。まだまだ小さいなぁと思っていたが、子供の成長とは早いもので、気がつくと娘は、あっという間に小学生になっていた。ピカピカのランドセルを背負い、元気に、行ってきますと言って、毎朝家を出る。仲良しの小春ちゃんも同じ小学校に通っているので、私と奈美子も学校行事がある時には、いつも一緒に参加していた。私の帰りが遅くなってしまう日には、ユナは学校が終わった後に、よく小春ちゃんの家へ遊びに行っている。こういうのは助け合いだから気にしないでね。小春も嬉しそうだし。
そういう奈美子の言葉に救われ、私は育児や仕事、家事に精一杯向き合っていた。そして娘たちが小学3年生になった時、初めてユナと小春ちゃんは同じクラスになった。クラスが発表された日にユナは大喜びで家に帰ってきたことをよく覚えている。それは小春ちゃんも同じだったようで、ナミコからもすぐに連絡が来た。娘たちは教室での席も近いようで、休み時間になるといつもおしゃべりをしているという。それからというもの、今までにも増してユナは学校での出来事をたくさん話して聞かせてくれるようになった。私たちには毎日夕ご飯の時間に今日あった出来事を伝え合う習慣がある。私はお弁当が美味しかったとか、患者さんにありがとうと言われて嬉しかったとか、そんな話をよくしていた。一方ユナは小春ちゃんとどんな遊びをしたとか、小春ちゃんのお友達とも仲良くなれたとか、そういう友達関係の話を多く聞かせてくれた。いろんなお友達と仲良くしているというのは、母親としてもとても嬉しいことだ。私はこうやって学校での出来事を聞く時間が好きだった。ある日、ユナは学校でもらってきたプリントを私に見せた。来月ね、授業参観があるんだ。ユナが1年生の時は参加できたのだが、2年生の時はどうしても休みが取れず、参加することができなかった。それをユナも覚えているのだろう。お仕事あったら無理しないでね、と声をかけてくれたのだ。ユナの優しい言葉に私は申し訳ない気持ちになってしまった。今年は何としてでも参加したいと思い、翌日すぐに職場の上司に相談をすると、ありがたいことに授業参観の日に休みを取ることができた。私はその日の晩、早速ユナに休みが取れたことを話す。本当？ユナは目を輝かせて喜んでくれた。ナミコにも連絡して聞いてみると、彼女もなんとか休みが取れたらしい。1ヶ月後、授業参観の日が来て、私とナミコは娘たちの授業に駆けつけた。ナミコは昨晩夜勤だったらしく、目の下には少しだけクマができていた。教室に入ってしばらくするとチャイムが鳴る。今回は算数の授業のようだ。授業が始まるとまず担任の井上先生に指名された男の子が昨日の宿題の発表をする。井上先生は一問ずつクラスの子供たちを指名していく。すると何番目かに小春ちゃんが当てられたのだが、小春ちゃんはその問題を間違えてしまった。宿題のわからないところはお母さんに教えてもらわなかったの？ナミコは昨晩夜勤だったため、小春ちゃんの宿題を見てあげられなかったのだろう。隣のナミコの顔がこわばっている。私は事情を知っていたので、井上先生にはさっさと宿題の正解を小春ちゃんに教えて次に進んでほしいと思っていた。小春ちゃんは下を向いて黙っている。その時井上先生は小春ちゃんのことを鼻で笑い、耳を疑うような発言をしたのだ。底辺職の子は学力も低いのね。ありえないと思った。担任が井上先生になったのは3年生からだったので、授業中の様子を見るのはこれが初めてだ。こんな発言をする人が娘たちの担任だなんて。ナミコも小春ちゃんも涙をこらえて震えている。教師が職業差別をするとは何事ですか？自分のクラスのこと、その親をバカにして、それでも教師ですか？私はその様子を見て怒りを抑えることができず、こう大きな声で言った。教室が静まり返る。一瞬動揺した井上先生は私の言葉を無視して授業を再開した。そこから先は何事もなかったかのように授業が進んでいき、そしてチャイムが鳴った。トモコ、ごめんね。教室を出るとナミコは私に話しかけた。私こそ
我慢できなくって。ごめん。ナミコは、うんうと首を横に振り、ありがとうと言った。ナミコはかなり元気をなくしていた。小春ちゃんのことも心配だ。難しいかもしれないけど、アナの気にしちゃダメよ。そうよね。小春が家に帰ってきたら、笑顔で迎えてあげなきゃね。そういうナミコは、ぎこちない笑顔を見せた。夕方になると、ユナが家に帰ってきた。お母さん、今日、かっこよかった。帰ってきて早々、ユナはそう言って、私に抱きついてきた。ユナは、小刻みに震えている。泣いているのか。あんな言い方、ひどいよ。小春ちゃん、元気なかった。私たち親子も同じ母子家庭だから、ユナも小春ちゃんの気持ちが痛いほど分かったのだと思う。私とユナはしばらく、そのまま抱き合っていた。それから数日が経った頃から、夕ご飯の時間に、今日会った話をしようか、と、ユナに声をかけても、ユナは、と言ったきり、何も話さないようになった。どうも元気がない。今日の夕ご飯は、ユナの好きな唐揚げなのに、なかなか手を伸ばさない。ユナ、何かあった？優しくそう問いかけると、ユナは、ゆっくりと話し始めた。ユナの話に、私は驚きを隠せなかった。聞くところによると、あの授業参観の日以来、井上先生は、授業中、挙手したユナを無視したり、授業でグループを作るときにも、ユナだけのけものにしたりしているというのだ。それだけでなく、休み時間にも、他の児童にユナと遊ばないように声をかけている。と、井上先生が許せない。今の時間は19時だ。もう遅い時間だが、今すぐ行けば、まだ学校に誰かいるかもしれない。怒りの感情でいっぱいになった私は、すぐに学校へ向かおうとした。ちょうど上着を羽織った時、学校から電話があった。電話をかけてきたのは、校長先生だ。ユナの通っている小学校の校長先生は、児童一人一人の顔と名前を覚えてくれていて、廊下ですれ違えば話しかけてくれるような素敵な先生だと、昔ユナから聞いていた。話によると、校長先生は学校でユナの元気がないので心配していたという。そこで、担任の井上先生に聞いてみたのだが、特に変わった様子はありませんでした。の一点張りで、拉致が開かなかったのだそうだ。数日後、教育委員会から連絡が来て、先日の授業参観日の騒動を知ったとのこと。あの日参加していた保護者のうちの誰かが、教育委員会へ電話を入れてくれたのだろうか。校長先生自ら謝罪したい、という電話だった。その電話の後、ナミコからも連絡があった。ナミコにも、校長先生から同様の電話がかかってきたらしい。校長先生は、家まで謝罪に伺ってもいいかと尋ねてくれたのだが、私もナミコも仕事柄急に休みを取るのは難しかったため、私たちが学校へ出向くことにした。私たちは、たまたま休みが被った、その週の日曜日に、一緒に学校へ行くことになったのだ。その間、ユナとカハルちゃんは、近くに住んでいる私の母に預かってもらった。学校に着き、校長室に通されると、そこには井上先生も立っていた。校長先生は、参観日の日礼と、井上先生がユナを仲間外れにしたことを詫びたが、井上先生は、そっぽを向いて黙ったままだ。校長先生から謝罪するようにと促された井上先生は、突然、大きな声を上げた。私は、参観日でそんなこと言ってません。ユナちゃんも、仲間外れにしてません。証拠があるんですか？突然、そうまくし立てたのだ。この人は、微塵も反省なんてしていない。握りしめた手に力がこもる。だからシングルマザーは嫌なんですよ。子供のことはほったらかして、何でも教師のせいにして。井上先生の暴言は止まらない。
私の母親もそうだったわ。そして急に自分の母親の話を始めた。話を聞いていると、井上先生も母子家庭で育ったようだ。井上先生の母親はいつも娘である自分のことには無関心だったという。転んで怪我をしてしまったり、テストの点数が悪かったりすると、毎回今回の担任もダメねと言って教師のせいにしたそうだ。そんな母親の姿をずっと近くで見ていたから、井上先生はシングルマザーに偏見を持ってしまったのだろうか。だからといって今回の件が許されるわけではない。シングルマザーって本当面倒くさい。私と奈美子は井上先生の暴言を聞きながら怒りに打ち震えた。すると校長先生が口を開いた。何を言うんだ、証拠ならあります。校長先生は授業参観の日の井上先生の暴言シーンが映った動画を見せた。授業参観の様子を撮影していた別の児童の母親が教育委員会に勤める夫に見せて問題になったのだという。またユナが仲間外れにされているという問題も、クラスメートが他の先生に、井上先生がユナちゃんと遊ばせてくれないと愚痴ったことから判明したらしい。井上先生は顔を真っ赤にして黙り込んでしまった。井上先生にはクラス担任を持つ資格がないので、教育委員会の事務の仕事に移動してもらえます。そんな、これはもう決定したことですと静かに告げた。そして再び私たちに深く頭を下げ謝罪してくれたのだ。その後すぐユナたちのクラスの担任が変わった。年度途中で担任が変わることはなかなかないことなので、子供たちも保護者も驚いた。しかし井上先生はもともと子供を贔屓する先生だったので、子供たちをよく理解して平等に接する優しい先生が新しい担任になって、子供たちは喜んでいた。私たち保護者も安心している。担任の先生が変わってすぐ三者面談が行われた。私とユナが教室に入ると、新しい担任の先生は笑顔でこんにちはと迎え入れてくれた。そしてユナの学校での様子や家での様子を話した後、先生はおもむろにこんな話を始めたのだ。先生も旦那さんに先立たれて、女手一つで中学生のお子さんを育てているシングルマザーだという。だから何でも遠慮せずに相談してほしいと。気がつくと私の目には涙が溢れていた。ありがとうございます、そういうのが精一杯だった。ユナに気づかれないように涙を拭うと、私たちは教室を後にした。今日はユナと一緒に歩いて家に帰る。新しい先生、素敵な人だったでしょ。そう笑うユナに、本当にそうだねと返す。最近のユナはまた以前のように学校であった出来事を笑顔で話してくれるようになった。その中で先生と一緒に遊んだことや授業がすごくわかりやすいことなども伝えてくれていたのだ。しばらくして、ある天気のいい日に奈美子たちと4人でピクニックに出かけることになった。4人で出かけるのは久しぶりなので、ユナは前日からワクワクが収まらない様子だった。お弁当を持ち寄り、近くにある広い公園で待ち合わせをする。ユナと小春ちゃんは早速楽しそうに走り出した。あんまり遠くに行かないでね、そう声をかけると、はーいと元気のいい返事が聞こえた。小春ちゃんも元気そうでよかった。私と奈美子はその場に腰を下ろす。奈美子と会うのはあの日校長室へ出向いた日以来だ。先生、とっても気さくで素敵な方よね。先生自身もシングルマザーだという話は奈美子も聞いたらしい。先輩が近くにいてくれると思うとすごく心強いよね。三者面談以降、実際に先生に育児や家事についての相談をすることもあった。
その度に共感しながら、いろいろな方法を教えてくれる先生に、娘たちだけではなく、私たち親もかなりお世話になっている。しばらくしてユナたちは、四つ葉のクローバーを見つけたよ。と言って戻ってきた。ユナも小春ちゃんも、それぞれ一つずつ、四つ葉のクローバーを持っていた。そして、私とナミコに、はい、と言って、プレゼントをしてくれたのだ。私とナミコは、ありがとうと言いながら、顔を見合わせて喜んだ。そろそろお昼になるし、お弁当を食べよっか。今日は好物の唐揚げをたくさん食べてくれそうだな。なんて思いながら、お弁当の蓋を開けていく。あ、唐揚げだ。そう言ってユナは笑顔になった。この笑顔を、これからもずっと守っていきたい。きっと、ナミコも同じ気持ちだろう。娘たちの笑顔を見ながら、私は、ナミコと笑い合ったのだ。うちの部署だけ、業績が悪いとのことだ。彼の視線が、うつむいた俺の頭の上に注がれるのを感じた。嫌な予感がする。お前みたいな仕事のできない奴がいるからダメなんだ。そうだ、お前。これから一年で1000万円以上売り上げろ。出なきゃクビだ。予感は的中した。周囲からは相変わらず、いつも横暴な上司の餌食にされてかわいそう、という、憐憫の視線が俺に投げかけられていた。でも、誰も俺のことを哀れまなくていい。本当に1000万でいいんですか？俺は少し及び腰になっている上司に、さらに言った。仕事さえ任せてくだされば、1週間もあれば足りるでしょう。こうして、俺の復讐の1週間が始まる。俺は吉田悟、42歳、広告代理店に勤める会社員だ。と言っても、ずっと同じ会社に勤めているわけではない。少し前、転職をした。理由はあまり喜ばしいものではない。それは妻に関することだった。俺の妻は、ある病気を持っていて、治療のために通院している。病気は先天性のもので、結婚前からそのことを俺はよく理解していた。妻が病気に関して、ある検査を受けてからしばらく経ったある日、病院から通達があった。症状が重くなり、当院では手に負えない。だから、少し離れた大病院に入院してくれ。病院が伝えてきたのは、そんな内容だった。はじめは俺も驚き、同時に強く動揺もした。しかし、冷静になるように努め、今の自分にできることは何か、真剣に考えた。そこで選んだのが、転職の道である。転職して、妻の転院先である大病院に近い職場に勤めようと思った。もし妻に何かあった時でも、仕事からいつでも駆けつけられる。俺が転職してまで妻を気にかけるのには理由がある。俺は妻を心の底から尊敬しているのだ。まず、妻はとても優しい。俺が遅い仕事から帰ってきた時も嫌な顔一つせず迎えてくれる。病気の身でありながら常に俺の好みを考えて夕食を用意してくれているのだ。そんなに頑張ってくれなくていいよと言っても妻は笑ってごまかす。妻のその笑顔と自分を迎える夕食の味から、俺は妻の愛を身に染みて感じていた。献身的でいつも気遣ってくれる妻の優しさから、俺は彼女を邪険に扱えなかった。それどころか、自分はもっと彼女に何かしてやりたいと強く思う。第二に、彼女は常に何事にも一生懸命だった。家事に打ち込む妻の姿には、夫ながら本当に頭が下がる思いしかない。夕食もそうだが、毎朝きちんとアイロンの効いたワイシャツに袖を通すとき、それを実感していた。そんな妻の優しさ、一生懸命さに包まれて生活するうち、いつしか俺自身も彼女のようにありたいと思うようになった。そ
んな妻の病が重くなったのだ。何としても彼女を支えなければならない。妻の分まで頑張らなければならない。と確信した俺は転職を決意した。転職先の会社はこれまでの職場とは打って変わって、まさに大企業だった。狭い事務所のような社屋に通勤していた俺は、初めてそのオフィスに足を踏み入れた時、磨き上げられた窓や床に敷かれた絨毯に何でか圧倒されてしまったことをよく覚えている。これからここで働くのかと思うと、ちょっと気をされるような気分だったけど、同時に体の内からやる気がみなぎるのも感じていた。そんなこんなで入社したが、配属された部署には俺の頭を悩ませる人物がいた。それは上司の林道さんという人だ。林道さんは俺よりも年下だが、その横柄さといったら年下とは思えないほどだった。林道さんはとにかく部下に冷たく無意味に厳しかった。そのくせ上司や幹部にはヘコヘコと腰が低いという、絵に描いたような悪役上司といった感じだ。林道さんがオフィスに来ると、それまで和やかだった空気が一瞬にして変わる。同僚は目配せをし、一斉におのおのの席に戻る。女性社員は賑やかに話していたのをやめる。オフィスの空気が急にギスギスし始めるのだ。吉田、お前はとりあえずいつもみたいに掃除しといてくれ。林道さんがそう言うと、オフィスの中から俺に哀れみの視線が向けられる。どうせお前は何も仕事ができないんだからな。それとこの前の資料もう集めたか？はい、今持っていきます、と言って席に資料を取りに行くと、林道さんが椅子にドカッと腰をかけ、無意味に不機嫌そうな顔をしているのが視界の端に見えた。ここに置いとけ。あと、じゃあどうした？すみません。と、頭を下げ、給湯室へ向かう。哀れみの視線が動く、年上の中途入社の男を好き勝手にこき使う。さぞかし、気分がいいだろう。誰もいない給湯室で、ポットから湯を注ぎながら、俺は悔しくて、涙が出そうになった。しかし、俺は我慢した。病人である妻のためにも、俺が頑張らないと。その思いだけに突き動かされていた。俺の様子を心配してか、同僚の一人が給湯室にやってきた。吉田さん、大丈夫ですか？同僚は気が優しい人だった。そのせいか、俺と同様、林道さんからこき使われている一人だ。俺、また取引先取り上げられちゃいましたよ。同僚は苦笑いしながらそう言う。とんでもない話だが、林道さんは部下の手柄を横取りし、自分のものにしていたのだった。あの仕事のできなさじゃ、自分で取引先を取ってくるなんてできないもんな。俺は苛立ち回って、吐き捨てるように言った。林道さんは俺に、吉田は仕事ができない、と言ったが、どの口が言うのか、と思う。これはおそらく本人以外、誰しもが思っていることだ。林道さんには、上司におべんちゃらを使うこと以外の能力はなかった。彼がなかなか固定の取引先を自力で作れず、イライラしている様子は普段から感じていた。挙句の果てに、上司という権限を振りかざすことを彼は選んだ。それを繰り返し、多くの部下を犠牲にして売り上げを作り、彼の社内での座は何とか成り立っていた。同僚と共にオフィスに戻ると、俺は林道さんの卓上に茶を置いた。林道さんは上司と電話中だった。ええ、そうでございます。さすが社長ですね。また社長にごまをすっているようだ。社長や上層部の人間はすっかり目くらましにやられていて、まさか林道さんが無能なハリボテの人間であることを知らない。俺が用意した資料にはまだ目が通されていないらしく、
そのまま山積みになっている。ごちゃごちゃした机の上は誰が見ても仕事ができそうには見えなかった。それにしても最近は林道さんの取引先はずっと途切れずにいるようだ。おかげで以前より資料集めも楽になった。ある日のことだった。オフィスはいつにも増して機嫌の悪い林道さんの顔があった。ちょっとみんな集まれ、来い。どうしたのだろうとみんなが恐る恐る林道さんのもとに集まる。昨日社長からお呼び出しを受けた。ズバリうちの部署だけ業績が悪いとのことだ。俺はうつむいて林道さんの話を聞いていたが、宮中は面倒くさいなという思いで満ち満ちていた。おそらくその場にいた誰もが同じ思いだっただろう。社長には俺の管理不足だと言われたが、これがどういうことかわかるか。林道さんの視線がうつむいた俺の頭の上に注がれるのを感じた。嫌な予感がする。仕事ができない奴がいるからこういうことになるんだ。予感は的中した。吉田、お前のことだよ。背筋にビリビリしたものが走る。お前みたいな奴がいるからダメなんだ。そうだ吉田、いい考えがある。お前これから一年で1000万以上売り上げろ。出なきゃクビだ。言い渡されたのは意外な言葉だった。周囲からは相変わらずあの憐憫の視線が投げかけられていた。しかし俺はここで本心を言うことにした。誰も俺のことを哀れまなくていい。本当に1000万でいいんですか。なんだ今何と言った。いえ、1000万でいいかと確認をしたまでです。お前にできるわけないだろ。俺は少し及び腰になっている林道さんにさらに言った。大丈夫ですよ、仕事を任せてさえくだされば。それも1週間もあれば足りるでしょう。1週間、お前正気なのか。ええ、大丈夫です。言ったなお前。林道さんはすっかり面食らっていた。こうして俺は林道さんの取引先をすべて受け負うこととなった。復讐の1週間が始まる。俺はまず1つの取引先に出向くことにした。その取引先は林道さんが担当していた時は契約を渋っていたところだ。こちらが持ちかけているのはなかなかに大きなプロジェクトだった。仕事のできない林道さんがそんな大仕事を取り付けられるわけがない。しかし俺には確かな勝算があった。取引先に着くと俺は応接室に通された。しばらく待って扉を開けて入ってきたのは見るからに重役といった感じの男の人だ。しかしその担当者は俺の姿を見て少し拍子抜けしているようだった。林道に代わりまして私が担当させていただきます。吉田様ですか。ええ、急なことで申し訳ありません。担当者の顔は驚きの表情からみるみるうちに柔和になった。それもそのはず、何を隠そう林道さんの取引を裏でフォローしていたのは俺なのだから。もちろんこの担当者ともすでに面識はあった。吉田様とやり取りできるということですっかり安心しました。よろしい、ぜひとも協力させていただきましょう。契約を結ぶのにほとんど時間はかからなかった。相手方が渋っていたのは担当が林道さんだったからなのだ。いや、契約してくれた理由の一つに俺が熱心にやり取りしていたというのもあるだろう。俺の誠意を買ってくれたのだ。俺が仕事に熱を入れ始めた理由は他でもない、妻のためだ。もともと俺は営業の仕事が苦手ではなかった。前職でも優秀だとされていた方だ。しかしそれほど昇進というものに興味がなかった。なんとなくでいいやと現状に甘んじていたのだと思う。しかし目を覚まさざるを得なくなったきっかけがある。妻の病気が進行し病院から莫大な額の治療費を提示されたのだ。何度も言うが
俺は妻を尊敬している。そんな妻のためなら何でもできる気がした。こうして俺は昇進を目指すことを決意したのだ。それまでとは打って変わって俺は仕事に邁進した。銀堂さんから押し付けられる雑用の裏側で取引先とのコネクションを作った。来るべき日のために。あなたとならいつでも契約させていただくんですがね。何度も聞いた言葉。そんなわけで、すでにつながりを作った取引先と契約を結ぶことなど、どんなに大きなプロジェクトだろうと、たやすい領域にまで俺は達していたのだ。一件片付けた後は、芋づる式だ。俺は林道さんの取引先に片っ端から直接訪問し、契約を取り付けていく。林道に代わって担当することになりました。そう言うと、どこに行ってもみな、心よく契約を結んでくれた。まるで、つきものでも落ちたかのようだった。そんなこんなで慌ただしく一週間が過ぎていく。売上は総額1000万円を優に超えていた。そう、俺があの時林道さんに宣言したように、約束通り1000万売り上げてきました。俺がそう言うと、林道さんは面食らっていた。お前、取引先は？ええ、自分が全て担当しています。林道さんは、ことの重大さに気づいたようだ。何しろ自分の取引先を全て失ったのだから。それからしばらくしたある日、オフィスに突然社長が来た。林道君、ちょっと話があるんだな。社長はそう言って、林道さんの机まで来た。はて、何でしょうか。君の売り上げが急に上がっているんだが、何かあったのかね。俺は社長の言葉をしばらく反芻していたが、とんでもない事実に気がついた。いや、その、林道さんの顔がみるみるうちに歪んでいく。その目がちらりとこちらを見たのに気づいたが、俺は怒りを押し殺すのに必死だった。これは吉田君の売り上げじゃないのか。社長は資料に目を通した後、こちらを見て言う。ちゃんと気づいてくれていたのだ。ええ、そうですが、林道さんが一年で1000万円稼がないとクビにするとおっしゃったので、私が稼いだのです。俺は勢いで本当のことを言ってしまった。社長の顔が途端にこわばる。林道さんは怯えたような顔になっていた。林道君、一体どういうことかね。いや、それは、君、いくら仕事ができないからといって、部下の売り上げを取り上げると。社長の怒りはとどまるところを知らない。林道君、じゃあこうしよう。君こそこれから、一年で1000万円稼がなきゃ、クビだ。そんな！こうして林道さんは悪事がバレ、思わぬしっぺ返しを食らうこととなった。それからしばらくしたある日、朝礼で林道さんの口から直々に発表があった。私、林道はこの会社を退社することとした。予想していたことだったが、いきなりだったので少し驚いた。理由としては、この会社の方針が私の思っているものと違っているからだ。林道さんはそう吐き捨てたが、胸の内は明らかだった。林道さんの実力では、一年かかっても1000万円という売り上げを出すことは不可能だろう。そのままいくらもがいても、クビになるのは避けられない。クビになるくらいなら、自分から退職する方がいい。プライドの高い林道さんが考えそうなことだ。何はともあれ、オフィスは平和になった。ストレスのなくなった俺は、ますます一生懸命仕事に励んだ。それから数年が経ったある日、俺は思いがけず、林道さんと再会することになった。下請け会社に営業に行った時のこと、応接室で担当者と話していた時、お茶を持ってきた人の顔を、俺は知っていた。それは紛れもなく、林道さんだった。俺は驚いたが、思わず話しかけてしまった。林道さん？
林道さんは俺に気づき、少しあっけに取られていたが、すぐに顔を赤くして、そそくさと退散した。林道をご存知ですか？ええ、実は元上司でして。担当者は、途端に饒舌になり、様々なことを話してくれた。ここだけの話なんですがね。それによると、退社後の林道さんの状況は悲惨なものだった。林道さんはあの後なかなか再就職できず、結局この下請け会社に落ち着いたのだそうだ。40代の中途採用ということだから、その苦労はたやすく想像できる。とにかく仕事ができなくって困っているんですよ。無能っぷりは相変わらずのようだった。それにしても俺は思う、お茶汲みをさせられるほど落ちぶれてしまったのか。本当に今みたいなお茶出し、掃除、それから資料集め、林道の仕事は今そんなもんです。どれもこれも俺が昔林道さんに押し付けられていたことばかりじゃないか。40代の中途入社でこの扱いはかなり厳しいだろう。特にあのプライドの高い林道さんにとってみれば、まあそんなことはもうどうでもいい。林道さんなど俺にとってはもう過去の人なのだから。俺は今まで通り仕事に邁進するだけだ。近頃の俺は順調に売り上げを伸ばしていた。自分で言うのもなんだが、一生懸命仕事に取り組む姿勢を評価されているのだと思う。収入も増え、おかげであの莫大な妻の治療費も払えるようになった。それ以上に最近、良い知らせがあった。妻の病気がだんだん解放に向かい、もうじき退院できるというのだ。俺は妻が帰ってきてくれるのを本当に楽しみにしている。その時は全力の笑顔で迎えようと思う。今まで頑張ってきて本当に良かった。妻が帰ってきたらまた二人で幸せな家庭を築いていこう。と、俺は心に誓った。貧乏人は仕事休めなくてかわいそうね。みすぼらしくて見ていられないわ。親を選べない息子さんが不憫で仕方がない。貧乏人は貧乏人同士で仲良くしてちょうだい。私には近づいてこないで。息子の運動会に作業服で駆けつけた私。ママ友から暴言を吐かれてしまった。周囲からの視線を感じる。みんな私の正体を知らないのだ。私の名前は木島律子、35歳。夫と息子の3人で生活をしている。最近大きな環境の変化があった。夫の仕事の都合で都内に引っ越してきたのだ。結婚のタイミングで引っ越しした経験はあったものの、家族での引っ越しは予想以上に大変だった。荷ほどき、家具家電の設置、電気、ガス、水道の回線、転入届、運転免許証の住所変更。引っ越しそばを作る余裕なんてなかった。一日があっという間に過ぎていく。特に引っ越し作業をしながら息子であるサトシの面倒を見るのが大変だった。好奇心旺盛なサトシは一人でどこにでも行こうとする。知らない土地だろうとお構いなしだ。ちょっと、どこ行くの？近くのスーパー。昨日も行ったでしょ？お金もないのに行ってどうするの？だって、家の中つまんないんだもん。自分の部屋は片付けたの？まだ段ボール全部開けてないでしょ？まだだけど。先にそっちをして。お母さんこれから学校に行ってくるから、お母さんが戻ってくるまでには終わらせといてよ。はいはい。
はいは一回でいいっていつも言ってるでしょ。今日はサトシの転校手続きをするために小学校に行く予定になっているのだ。いつも余裕を持った行動を心がけているが、朝からバタバタしていて、結局走って学校へ向かった。校門が見えたところで呼吸を整え、校内に入る。来賓用のスリッパを履いて職員室へ入ると、半分以上のデスクが空いていた。おそらく授業中なのだろう。それにしても、職員室に入るなんて久しぶりだ。自分の学生時代を思い出す。そわそわしつつも、座席表でサトシの担任の先生の場所を確認する。すると、一人の女性が話しかけてきた。何かお困り？柴田先生のお席を探しておりまして。ああ、柴田先生のお席なら、あの角の席ですよ。ありがとうございます。お礼を言ってその席に向かおうとすると、女性は続けて話し出した。ところであなた、見かけない顔ね。柴田先生に用事があるってことは、4年生のお子さんがいる方なのかしら。はい、木島と申します。最近ここの近くに引っ越してきたものです。今日は息子のサトシの転入手続きをしに。あら、そうなの？私は中村です。私の息子も4年生なのよ。もしかしたら同じクラスになるかもしれないわね。どうぞよろしくね。こちらこそよろしくお願いいたします。挨拶こそ交わしたものの、私は中村さんの表情が気になった。気のせいだろうか。私のつま先から頭のてっぺんまで、じろじろと寝踏みでもするように見てくる。服に何かゴミでもついていたのか？それとも白髪でも飛び出しているのだろうか。するとその時、中村さんが口を開いた。ところであなた、その服100円ショップで買ったの？これですか？違いますが。息子の学校に来る時にその服はね。息子さん、サトシくんでしたっけ？サトシくんがかわいそうよ。お母さんにはいつも綺麗な格好をしてもらいたいと思っているはずよ。初対面の人にここまでひどいことを言われたのは人生初だ。心身ともに疲労困憊だった私にはダメージが大きい。中村さんのことをまじまじと見ると高級ブランドを身につけていることが分かった。うろたえる私に中村さんは容赦をしなかった。廊下の奥にトイレがあるから、鏡でご自身の姿をご覧になってきたらどう？私の言っている意味がわかると思うわ。そう捨て台詞を吐いて、彼女は職員室から出て行った。私はほっと胸をなで下ろした。すると、サトシの担任の先生が私に話しかけてくれた。木島さんですよね。はい。もしかして柴田先生ですか？そうです。柴田と申します。これからよろしくお願いいたします。落ち着いていて優しそうな先生だ。先ほどお話しされていた中村さん、強烈な方だったでしょ？肯定も否定もできない私は笑ってごまかすしかない。 PTA の会長さんなんですよ。ここらじゃボスママとして知られていますよ。そうだったんですか。はい。大した用事もないのに
やたらと学校に来るんですよ。ブランド物の服とかバッグとか見せびらかしに来ているような気がしますね。柴田先生の困った顔が印象的だった。学校の先生は大変だな。生徒の面倒を見るだけではなく、保護者の対応もしなければならない。とにかく中村さんには今後気をつけよう、そう思った。手続きはつつがなく終えることができ、私は帰宅することに。その翌日、私は自転車に乗って近所のスーパーへ買い物に出かけた。今日は卵がセールなのだ。駐輪スペースに自転車を止めていると、運悪くタクシーから降りる中村さんを見つけてしまった。とっさに違う方向を見たが、時すでに遅し、中村さんは勢いよく私に近づいてきた。あら、木島さんじゃない。こんにちは、昨日はどうも。彼女は今日も全身ブランド物で固めている。計らずも私は昨日と全く同じ格好をしていた。今日はスーパーしか行かないし、知り合いはまだ少ないから同じ服を着ても別に問題ないと思っていたのに。するとすかさずファッションチェックが入った。失礼ですが、昨日と同じ服を着ていらっしゃる？あ、はい。お恥ずかしいです、ちょっと引っ越しでまだバタバタしておりまして。それってただの言い訳でしょ？あなたね、もう少しまともな格好できないの？中村さんのあまりの迫力に私は言葉を失ってしまった。私はたかだか年収3000万円だけど、おしゃれには手を抜かないわ。社長である夫も人は第一印象って言ってるし。え？3000万円？私が絶句していると、彼女はさらにこう続けた。来週の運動会にはもっとおしゃれしてきてよね。周りの人にバカにされるし、子供の教育にも影響するわよ。そう言ってピンヒールの音を響かせながら、中村さんはスーパーの中へ消えていった。私はスーパーの中へは入らず、再び自転車を漕ぎ出した。今日は他のスーパーで買い物をしよう。人間だから誰だって苦手な人はいる。対人関係で一番有効なのは、苦手な人とは距離を置くことだと思っている。私は夕食のメニューを考えながらスーパーへ向かった。それから1週間後、あっという間にサトシの運動会の日になった。早起きをしてお弁当を作り始める。お弁当はサトシの大好物をたくさん入れる予定だ。肉巻きおにぎり、唐揚げ、卵焼き、ツナのサンドイッチ。全体的に茶色のお弁当になってしまった。今日くらいは栄養のバランスは無視することにする。サトシの喜ぶ顔を想像しながら、私はせっせとおかずを詰めていった。すると私は携帯のバイブが鳴っていることに気がついた。こんな朝早くから、一体誰だろう。スマホの画面を見ると、職場からの電話だと分かった。嫌な予感がする。私はすぐに電話に出た。予感は的中。会社でトラブルが発生してしまったようで、内容を聞く限り部下だけでは対応できそうにない。私は急いで仕事へ行く準備をして家を出た。トラブルが発生してすぐに部下が私に連絡してくれたおかげで、迅速に問題解決することができた。とはいえ、運動会はすでに始まっている。今は綱引きをしている頃だろう。
私は急いで自宅に戻り、お弁当を袋に詰めて学校へ向かう。着替えはしなかった。そんなことで時間を使うくらいなら、サトシの頑張る姿を一秒でも長く見たい。息を切らしてグラウンドに足を踏み入れる。サトシは白組。私は白い鉢巻きをした男の子を探した。それにしても運動会は大盛り上がりだ。子供たちの勇姿に感動しつつ、私は白組のテントに近づいていった。するとその時、聞き覚えのある声で名前を呼ばれた。木島さん？振り返ると、そこには最も会いたくない人物である中村さんの姿が。こんにちは。中村さんは眉間にシワを寄せながら私のことを見ていた。彼女は今日も全身ブランドものだ。それって作業服よね。ああ、はい。今朝会社でトラブルがあって出勤していたんです。着替える時間がなかったものですから。では私はこれで。そう言ってその場から立ち去ろうとする私を彼女は逃がしてくれなかった。ちょっと待ちなさいよ。作業服ってあなたどういう神経しているの？信じられないわ。嘲笑する彼女の声が響く。来賓席からスーツ姿の男性たちがこちらに近づいてくるのが見えた。中村さんは気づいていない様子。彼女の私への攻撃は止まらなかった。貧乏人は仕事休めなくてかわいそうね。みすぼらしくて見ていられないわ。親を選べない息子さんが不憫で仕方がない。貧乏人は貧乏人同士で仲良くしてちょうだい。私には近づいてこないで。彼女が大声でそう言い放つものだから、周囲の人の注目を集めてしまった。みんなこちらを見てこそこそ話をしている。私はこの状況をどう切り抜けようかと考えていた。その時、来賓席からやってきた男性たちに声をかけられた。街頭ポスターなどでよく目にする地方議員だ。木島社長、お疲れ様です。お疲れ様です。今朝は大変でしたね。でもさすが社長です。あんな短時間でトラブルを解決してしまうなんて。いえいえ、みんなで協力した結果です。私一人では解決できませんでしたよ。今日は木島社長自らプロモーション活動ですか？違います。この学校に息子が通っているんですよ。ご子息様が。そうだったんですか。それはそれは失礼いたしました。彼とはプロモーション活動の一環で知り合い、今日お互いが運動会に参加することも話していたのだ。私たちの会話を聞いて中村さんは困惑している様子だった。それもそのはず。彼女は私のことを貧乏人として認識していたが、実は私の肩書きは社長。私の夫はニューヨークの世界的アパレルメーカー、シャロンドールの役員をしている。私はその日本法人の社長を務めているのだ。ちなみに年商は50億円。私たちは今回、ニューヨークのど真ん中から引っ越してきていた。自分で言うのは少々照れくさいが、世間一般で言うところのセレブに該当する。私の着ている作業服は、シャロンドールが作業服の常識を変えるため、おしゃれと機能性を両立させるために発表した新商品。約3年の年月をかけて制作した当社の自信作だ。最近は日本で大々的にプロモーションを展開して話題になっている。モデルには
人気沸騰中の若手俳優を起用。テレビ CM、雑誌、中ずり広告、SNS などあらゆる方法でアプローチをしている。知名度はかなりあるはずだが、既存のブランド品にしか興味がない中村さんは当社のことを全く知らなかったようだ。次第に周囲がざわつき始めた。みんな小声で、あれってシャロンドールの新商品じゃないの？と言っているようだ。加えて、中村さんはブランド品を身につけていながら最新のトレンドには無知という声も。中村さんは耐えきれなくなったのか、足早にその場から去っていった。私は父兄の方々から新商品の質問攻めにあったが、対応は部下にお願いしてサトシを探した。するとストレッチをしているサトシを発見することができた。もうすぐサトシの番。サトシ、頑張ってね。周囲の音にかき消されないように全力で声を張り上げる。その甲斐あってか、サトシはこちらに気づいてくれた。大きく手を振る。私は運よくサトシの障害物を見ることができた。途中で転んでしまったけれど、ゴールした本人は満足そうな顔をしている。その姿を見て私は胸が熱くなった。昔は転んだらすぐに大泣きしていたのに。子供の成長は本当に早い。だからこそ一瞬一瞬を大切にしなければいけないのだ。サトシと一緒にお弁当を食べ、午後の競技も全力で応援してこの日は終わった。その数日後、思わぬ事実が発覚した。中村さんの夫が経営する会社がシャロンドール日本法人の取引先だと判明したのだ。今回の件がきっかけで取引は中止。彼女の夫もまた彼女と同じく傲慢な性格であることが露見したのだ。会社は大打撃を受け、大赤字になるだろう。おそらく今後経営を続けることは困難になるほど。我々の業界は人気商売。シビアな言い方になってしまうかもしれないが、一度悪評がつくと復活の可能性は限りなくゼロに近い。そして中村さんが私を公の場で侮辱したことが教育委員会で問題になった。あの場で私たちの会話を聞いていた誰かが彼女の暴言をリークしたらしい。動画を撮影していた強者もいて、その動画は SNS 上で瞬く間に拡散された。顔はモザイク処理されているものの、誰がどう見ても中村さんと私だ。削除申請を何度もしたが、削除されてもまた同じ動画がアップされ、削除されての繰り返し。いたちごっこにも疲れてしまった。デジタルタトゥーとはよく言ったものだ。その動画のせいで学校だけでなく地域からも居場所を失ってしまった中村家は外出を控えるようになった。学校行事にも一切出席しなくなった。そして最終的には引っ越ししてしまった。まるで逃げるように夜遅い時間に引っ越していったとか。後から分かったことだが、中村さんが攻撃していたのは私だけではなかったようだ。ブランド物を身につけない父兄にはしばしば嫌味を言っていたらしい。自分の趣味を他人に押し付けるだけでなく、その人の人格すらも否定する彼女に対して学校関係者や父兄からはクレームが上がっていたようだ。意図はしていなかったものの、中村家を追い払った私たちはみんなから感謝された。学校からのオファーと周囲からの後押しもあり、
私は現在父兄や子供たちのファッションアドバイザーを務めている。自分の経験と知識を活かせることができてとても嬉しい。何よりサトシのお友達やそのご両親とも親しくなれるチャンスを得ることができてよかった。今日は近所の公民館で冬のコーディネートを提案する会を開く予定になっている。準備は入念に行ってきた。講演活動は本業ではないが、自分の経験値を上げるつもりで頑張ろう。意気込んで朝食を口に運んでいると、サトシの視線に気がついた。どうしたの？お母さんの方じっと見て。お母さん、なんか最近かっこいいなと思って。え？急にどうしたの？今まではお母さんの仕事よくわからなかったけど、今はテレビとかでお母さんの会社の服たくさん見るし、今日もお母さんが喋るんでしょ？そうだよ。お母さんはすげえよ。友達にもお前の母ちゃんってすごい人なんだなって言われた。本当？お母さん嬉しいな。子育てと仕事の両立は本当に大変だ。今も時々仕事をしていなければサトシともっと一緒の時間を過ごせるのにと思う時がある。でもサトシは私の働く姿を見て何かを感じ取ってくれている。社長として、妻として、母として常に前向きに頑張ってきた甲斐があった。お母さん、これからも頑張るから、サトシも勉強頑張ってよ。はいはい。だから、はいは一回。私たちは笑顔で朝食を食べ終えた。